はい、てがーですわけで、本日はですね、HP 上がってるということで、こちら使っていきます。サーチマーで、しかも、ですね、これ、パーセント削りのコマとかね、呪いとか、たくさん入れてるんで、はい、もうこれでご利用しまくっていきたいと思います。ということで、早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目、つく読みですね。もう X から行くしかないね。X から行こう。こんなもん X から行ってなんぼよ。本当に。いや、どうだ？あんま調子に乗らずに行くか、それとも。リアン3000しかあるないからね。何が正解かは正直わからない。でも相手風車で来てくれそうだから。なりもありだな。なりじゃないわ。間違えた間違えた。普通に風車もありだなって。はいはいはい。まあ、リアンでいい。普通に。くしゃみ出る。やばい。やばい。戦っている今。なぎりでなさそう。オッケーオッケー。いろんな意味でオッケー。マモンか。エクロシアン置くタイミングむずいな、これ。いや、待って、それやばいわ。それやばすぎ。それやばすぎです。待って、これ負けたな。今、X 打つでしょ？で、これ取られるでしょ？これ取られて、マモン角置いて、吸収 7% 入れてって感じでいくか。まあ、取られるのは100で、100で確定。取られるのは100。取らない。取らざる。取らない。ならば。ならば殴る。おりゃ。からの、おりゃ。まあ、吸収を使えば。どうにかならんこともない感じはあるな。ただサタンいねんだよな。やばすぎ。あ、ドルツァ引いた。いやでもないか、さすがに。これいけるか、無理か。16パスでもな。いや強いけど、強いけど無理か。いや、これワンチャンあったな。あともう1枚エース引ければ飛ばせたな。でも逆に言ったらこんだけ引いても飛ばないのか。まあ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 、こんなもんでしょう。はい、対戦アザシャ。さあ、アレスか。先行絶対引きたい。最悪、最悪だ。もうリアン出せんやん、こんなん。こんなん100出せん。最悪だ。何この罠、返し罠。ちょっと待って、出すタイミングむずいわ。引きめっちゃ強いな。ちょっと一回もらわそうか。これ返しかもか。なるほど。待って、なんかあの罠特殊っぽいな、めちゃくちゃ。ここでベルグレーで打ってくるってことはあれ特殊だな、 100%。 なるほど、引きめちゃ強い。引きめちゃ強い。絶対特殊罠だな、あれ。でももうこんだけ引き強かったら、これゴリ押しだな。100ゴリ押し。でこっから全部毒だから、こっち。こっから毒なんで。OKOKOK。それは痛くない。それは痛くない。
で、村正コンボもあるけど、まあこっちでしょ。これで、どうだ？アレス来る？逆にアレスならセーフだな。これは通常耐える？その酒渡してもらおうか。あ、これちょっと微妙いな。ただ置くしかないか。うわ、これ通常何パーセントで返ってくるみたいなやつ。あー無理、それは無理。くっそ。まあ知ってた。対戦あざしゃ。さあ、おセクメトだ。ちょっと似てるね俺と。あれ引きめちゃ強い、引きめちゃ強いし、なんかやってること似てるな。あリアンツェリーってめっちゃ似てることしてるなこれ。これ仲間か。さては仲間っぽいぞ。思い通りに惑わされる。刻まれたいのか。いい。さあさあさあ、それなら呪ってあげましょう。よいしょ。さあ初手引きの駒呪う。さすがにセクメント来る。でこれ何も言われても別に正直言いたくないんだな、 HP 低いし。いやこれ先村正だね。先村正行ってでエクローシアとサスターシャ12と13か。はい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 、もうこんなもん。一番大きい駒しか使えないだと。それサスターシャ出るぞ。その先渡してもらおう。それサスター車出ちゃうね。全然問題ないね。OKOK。で次クロシア。罠置かれたらセクメド。なるほど、超妨害デッキだな。全然気にするまでもないな。よいしょ、これも勝ったね。さすがに、セクメントから行った方が強いかなこれ。どっちなんだろう。待って、マジ同じことしとる、マジ同じことしとるって。やばいやばい、同じことしすぎとるって。よいしょ、オッケー。これちょっとね申し訳ないけどドルザいるんで勝ちっすね。これコンボ封印されてもドルザで飛ぶんじゃないこれ。引きめちゃ強いな。23か。 16% 出るから何歩ぐらいだろう。4000は出るからこうで飛ぶかな。オーケー、対戦アーザシャー。はい、ってなわけで使っていったんですけど、まあ正直弱いな。うん、これは非常に弱いけど、まあまあまあ、あの超上振れた時しか勝てないっていう S8 の中でもかなり弱い部類にあることが分かりました。はい、ということで、皆さんもね、まあ使うんだったら呪い系の方が面白いかもしれない。うん、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。